ご指摘を受けまして、後戻り次第ですね、我々厚生労働省も含めまして、復興庁さんであったり消費者庁さんに要はこの値といいますか表現がですねちょっと不適切ではないかという観点でより適切な表現ですねできるかどうかということを検討させていただければと思っておりまして、これに、この申し入れ書にもありますけども、左側のページでこれにはアメリカの数字原料数の数字ありませんけども、EU の1000と日本の100とトップの数字がですね、一番上の行の数字が、2桁も違う。それを反映してるんでしょうか。この左側の、右側のコメントで、日本は世界で最も厳しいレベルの基準を設定して、食品や飲料水の検査をしておる。と書いてあるんです。これ、宣伝物としても、公正取引委員会、引っかかるんじゃないですか。その点についてちょっとご意見いただいて、これについて先ほど、厚労省さんはきちんと精査して直すべきは直すとおっしゃいましたが、復興庁さんも同じでしょうか。はい、基準値の考え方がまずどういう考え方に基づいているか、あと数値について、見直しということがあればそれに応じた制度をしていかなきゃいけないと。私が危惧するのはですね、復興庁さんがタスクフォースの事務局をなさって、タスクフォースはこの現在の内閣のですね一大事業であって、それをリードしている省ですよね。そこでこのような間違いがなさってて、厚労省さんは直すことを検討したいというけども、復興庁さんは直すことを検討する非常にしにくい立場だということがね、あると思うんですよ。タスクフォースのね、基本的資料が間違ってたって話だから。ね。危惧するんですけども、かなりの決意で直していただかないと、直すことにならないと思います。いかがでしょうか。直さないについても、よく熟慮した上で、ここは判断せざるを得ないと思いますね。熟慮すればいいんですか、直さないんですか。復興庁でございます。この補正の本当に取りまとめをしておりまして、おっしゃる通り、この最も厳しいレベルというのは、なるべく初めて放射線にかかる方に、どういうものであるかというのを非常に簡潔に、分かっていただくために整理したもので、もう言葉もかなり簡潔に分かっていただける正しいことであればよろしいんです、はい、簡潔に言えないことは言えないんですよ。そうじゃないですか。この取りまとめに際しては、先ほど申し上げました風評払拭のリスクコミュニケーションの戦略を取りまとめるときに、この世界で最も厳しいレベルというふうな記述を各省さんと合わせてですね、確認をしているところもあって、今ご返事に記述されたと思います。まずこの記述をどうするかというところを含めて、今回の数値の見直しに合わせてどうすべきかというのを考えなきゃいけないなと思いますけれども、今この場で変えますともちょっと申し上げることは難しいので、ここは持ち帰りということになると思います。この見開きのページについては再検討中ってハンコを押して掲示してください、ホームページに。あるいはもう、専門家の方と再検討中ですという、そういうページにしてください、このページだけは。ご意見を持ち帰らせていただきたい。私どもは、それを促進するために、ここに書いてある早野さん、高村さん、神田さん、越智さん、一ノ瀬さん、貝沼さん、これ、仙台さん。柳井さん、熊坂さん、関さん、池田さん、この方々に、このページは少なくとも先生方のご検討が進むまで、検討中ですというページに、真っ白で検討中ですというページにしていただくように、お願いをそれぞれの先生にもいたします。